お休みの日の普段のロシエルさんを知ってもらおうということで、はい、何しますか。今日はちょっとロシエルのことも知ってほしいので、はい、今までは言ってなかったけど、はい、ロシエルって実はこんな人、みんなこれを聞いても嫌いにならないで、ベスト5です。ベスト5。あ、確かにね、まあ、そういうのを隠してずっと隠すのもちょっとやっぱ辛い、うん、そうですね。そこ、本当ずっと天使のままではいられない。はい、あ、じゃあ今日はちょっとその、うん、普段は隠してたというかあんま言ってなかったけど、はい、私こんなとこなんですよ、うん、みんなに言っていくと、はい、ずっと隠して生きていくとね、なんかやっぱ辛い、はい、解放したい。解放したい。ちょっとじゃあ軽くちょっと今日吐き出して、はい、吐き出して、はい、お休みなんで、はい、はい、私って本当はこんな人、あ、ベスト5、はい、第5位、はい、アボカドは手。え、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、すごい第5位がいきなりアボカドは手。なんか本当に引っ越ししてから自炊をするようになって、うん、こういかに洗い物を少なく何かを食べれるかっていうところで、アボカドで、うん、結構皮硬いじゃないですか、うん、あれは絶対包丁を使わなきゃいけないところを、うん、私はみかんのように皮を手で剥きます、うん、アボカドの、はい、で塩振って丸かじりします。はい、あれうまく剥けるの？意外と、まあ、最初は硬いんでちょっと前歯でこうガリってやって、うん、へこんだ部分を人差し指でこうえぐってえぐって、そしたら意外とツルンっていけるんですよ。ツルツルツルって。え、もう一回言って、最初は？最初はやっぱ硬いんで、うん、硬いね、腕のくぼみのところ、うんうん、あれを前歯で手にやる。ちょっともう一回言ってください。前歯で、ね、そこは一応可愛いところはまだギリあったわ。あ、まだありました。えげつないエピソードだったんでびっくりしたけど、よかったよかった。前歯でガリってやって、もみかんのように剥いて、ほんとに塩が一番、それほんとにリンゴのように丸かじりです。めっちゃ美味しい。洗い物も出ない。種出てくる、でかい種出てくるね。でかい種はもう半分見えてきました。でしたら手でもぎって、周りについたアボカド、かわいい、前歯で、食べてる。めっちゃ可愛いじゃないですか、それ。あ、よかった。ああ、言ってることはえげつないけど、やってること可愛い。どれだけ洗い物を少なくできるかで、そこが勝負なのね。勝負。なんで？嫌なの？めんどくさいの？めんどくさい。あの、そういちいち包丁を出す、まな板出すっていうのがめんどくさい、うん、例えばほうれん草とかも、うん、手でこうちぎって入れる、うん、豆腐とかもわざわざ切らないです、うん、もうくちゃーって入れる、うん、で、ほんとに洗い物一切出ないんですよ。なんかもう鍋とかも、うん、鍋する、もうそのまま鍋ごと行く。お皿に予想なんてことはしない。鍋の汁をすするときはこう。マジで？はい。あ、そんなんなんだ。もうどれだけ洗い物少なくて、洗い物が嫌いなのか、洗うものがもったいないというか、いろいろあるじゃん、そのお皿使う。もう全部含みますね。込み込みで、もう洗う時間ももったいない、洗剤も水道代ももったいない、うん、全部含まれる。あと面倒くさいとかもあるし。あ、そうなんだ。いや、そんな煩わしいことはしない。もう前歯が手で剥いて塩振ってかじる。あ、第5位、アボカドは手。アボカドは手。5位が今ですよね。怖いな、はい。じゃあ私って本当はこんな人。第4位、はい、ドライヤー使わない。お、女子ですよね。はい、いや、もう自然乾燥、もう本当に乾くまで待つっていうか、もうちょっと髪濡れてても、うん、もうそのまま寝ちゃう、まあ、シャワーから浴びてきました、上がりました、うん、あ、でもタオルで、ね、うん、頭拭くときにちょっと、うん、すごいうまく髪全体に空気を送ってます。
タオルで。あ、みたいな。タオルでドライヤー。そう、タオルでドライヤー。そういうことなんですかね、それ。ドライヤーも電気代もったいないし、絶対時間経てば乾くものなんで、わざわざ乾かしはしないで。え、傷まないですか？傷まない。傷まないの？傷まないですね。傷まないんだったら、ずっと同じ毛質。へぇ。なんかドライヤーとかってさ、やっぱ女性とかダイソンのとかさ、なんかこう、これが早いとか、キューティクルがこれやるととか、そういうのはもう雑誌とか、ネットとかで話題じゃん。もう興味ない。そう。でたまに仕事で、地方とか行くときに、前乗りでホテル使うときあるんですよ、うんうん。ホテルのドライヤーは、もういくら使ってもお金払うことないんで、ホテルのドライヤーだけをめっちゃ使う。そうなんだ。そこはもうずーっと、ここぞとばかり。ここぞとばかりに、めっちゃ使う。家ドライヤーはあるの？いやー、一応あるんですけど、うん、でも箱から出してないです。いや、どういうことなそれ。それ断捨離でいいんじゃないの？あ、確かに。使わないでしょ、だって。確かに、ガチで使わないですね。ああ、じゃあ次は、次ドライヤー。まあ、一回だけ例えば使ってね、最後に。ああ、そうですね。確かに確かに。真逆のちょっとイメージでした。ドライヤー命だ。ね、だ結構ガサツなんですよね。結構女子力がない。もしかしたら事務所で一番女子力ないかもしれない。あ、女子力ない選手権とかね。ああ、1位取っちゃうな。まだありますか？じゃあまだあります。私って本当はこんな人。ベスト3第3位、ヘアブラシ持ってないです。もう髪の毛溶かしたことない、うん、マジでブラシとかない。え、もう手ぐし手ぐし手ぐしでいってます。もなんで、いやでも手でも整うじゃないですか。まあ、わざわざアイテム使わなくてもいいかなって。コスプレでさ、じゃあ行くでしょ、いろいろメ、はい、そのメイクポーチとかの中に。あ、入ってない。え、入ってないですね。節が、そう、なんかたまにイベントとかで、あ、ロシエさんちょっとブラシ貸してほしいって言われるんですけど、あ、持ってないって断ってます、いつも。なんか持つ動作がもうめんどくさい。髪の毛じゃ、でもさ、ずっとショートカットなんですか？あ、でも膝ぐらいまで長いロン毛の時代ありました。その時それも手ぐしで。いやいや、おかしいでしょそれ。そんな手ぐしの人いないでしょ、膝までの髪の毛を。いや、もうガチで手だけでした。じゃあ例えば、じゃあなんか今度、うん、ルシさん、これ あのブラシプレゼントいらない、いらない言っといたわけですね、男の人が。はい、あのブラシいらないです。はい、ドライヤー、ドライヤーもいらないです。ガサツというか、よくここまでそれでトップね、トップコスプレイヤーまでこう上り詰めて。確かに手ぐしで、手ぐし部門だったらコスプレイヤーの中で1位じゃないですか。1位ですね、圧倒的1位。手ぐし部門。手ぐし部門。なんすか、手ぐし部門って。まだある。まだあります。結構これ、インパクト与えてますよ。本当ですか？私、すごい、ちょっと、今回のエピソード弱いなって思ってたんですけど。弱いなと思ってた。はい、全部、あ、ちょっとこれ、お蔵入りになっちゃうかなって思ってました。当たり前かなって。そう。いや、次は。はい。私って、本当はこんな人。はい、第2位、蓋は閉めない。そう、いろんな蓋あると思うんですけど、食べ物とか飲み物とか、そういう蓋は閉めますよ。はい、ただ、ハンドクリームとか、ボディクリーム、あとなんだろうな、こう、なんか手につける薬、うん、軟膏とか、うん、あれ全部蓋開けっぱです。閉めるの、開ける動作もめんどくさい。え？だってさ、あれは蓋を閉めなきゃいけないから蓋がついてるんでしょ？はい。それ閉めないと、だってハンドクリームとかどんどんカピカピになっていくんじゃないの？
いやでも毎日使うんで、うん、あカピカピになる前、意外とカピカピにならないんですよ。ですぐ取って出してすぐ置けるんで、うん、もう0秒ですぐ取ってしまえるから、めっちゃ楽。蓋はあるの？家に。あります。あるはあるのね、はい。近くに。ある。すぐ近くにもあるし、まあ下に落ちてるとかもありますけど。なんで？めんどくさいの？めんどくさい。え、だってさ、ちょっとじゃん。いやー、もうそのちょっとでも結構、うん、あ、もう閉まってる、もう閉まってる、もう閉まってる、もう開いてる。もう嫌だ。もう1、2、もうこれでも1、2で数2回入っちゃうじゃないですか。うん、蓋つけてなかったらもうもうしでできるんで。でもなんかさ、ぶつかってビューって出たりとかさ、落ちちゃテーブルから落ちてなんか下で確かにある。あるのか。あ、おなんか テーブルすごいベトベトだなっていう時はある。あるけど、でもテーブルについたやつもそのままシッてできるじゃないですか。あ、テーブルの上のクリームも、はい、もうまあ別にクリームだからね、はい、つけても何の問題もない。なんかさ、ちょっと軟膏とかね、僕も使うんですけど、はい、うんうん、なんかあれってチューブをこう蓋しないとなんか勝手にちょっとミューってなんか、あー確かに出てくる、ちょっと出てくるでしょ、出てくる、うん、出てくるけど、うん、それ本当に最後の最後こうただピッてやるだけじゃなくて、うん、この指のこのへこみでなんかちょっとえぐって置くんで、あ多少ちょっと出たとしてもちょうどいい、飛び出ることない。あ、出ることを予想して、そう予想してちょっと中まで指突っ込んで出とる。持ってくときはするでしょ、さすがに。それを持ってかない、持ってかないの、そのクリームは。うん、持ってかない。え、でさっきでつけるのちょっと面倒くさいんで。テーブルに置いて、置いてもうずっとそこは薬たちの定位置なので、ああそこから移動することはない。閉めてくれって聞こえたことない？ないですね。耐えてるよ、うん、はい。でもいや、蓋閉めなくても使えてるんだったらまあいいか、うん、なんか蓋閉めないことでさ、なんかカピもう無駄にしてるわけじゃないでしょ。あ、もう全然無駄にしてない、全部本当にゼロになるまで使えてるんで。絞り出す、はい、もう絞り出す、もう折り込んで折り込んで、こうやって出して使って最後まで、はい、あ、じゃあもう喜んでるか。もう喜んでます。もうありがとうって言ってくれてる。蓋はでも見てる、ずっと遠くで蓋は下からちょっと覗いてます。え、その時にさ、蓋は最後捨てるの一緒に？あ、捨てますね。置いてるけど、はい、最後の最後にそれと本体と、あ、はい、やっとそこで蓋が、はい、一緒になってで捨てる、はい。なるほどね、おもろいな。まだあります？まだ、はい、これが次が第1位です、ね、第1位ですね。第1位、ついに、はい、私って本当はこんな人。第1位、カラコン麦茶で洗う。それ本当に最終奥義。ちょっと待って、どういう状況の時にそれが起こるんだろう。そうですね、うん、ちゃんとカラコン洗う洗浄水はある。うん、で洗面所に置いてある、うん、何、洗う水もったいないんで最初は普通に水道水で洗ってから液、保存液入れてしまうんですけど、うん、洗面所に行くのはちょっと面倒くさいなって思った日に、うん、やべえ水、あ、麦茶で、麦茶で洗う、洗いました。洗って、はい、で、まあ、保存液、棚の、もう一つの棚にあったんで、うん、まあ、ちょっと薄茶色だったけども、うん、保存液入れて、また次の日使いました。ちょっとじゃない、その動く距離は。でもその間にドア開ける工程2つあるんですよ、うん、あ、2枚扉があるんだ。そう、2枚扉がある。もうしかもこう引いて、うん、次押すやつ。知らないけど。あ、1個じゃないんだね、一方、はい、一方向じゃないんだ。そうなんです。間違える時もあるよね、じゃなくて、ああ、こっちかみたいなのありますけど。それがもう面倒くさい。えー、もう麦茶で洗えって、で洗いました。
それでもさ、よくないとは分かってるんでしょ。そうですね、分かってはいます。そうだよね、だから、はい、皆さんはないでって言ったとおりね、私は特別な訓練をしております。だから皆さんは真似しないでください。え、それ全然大丈夫だった。もう何にも問題起きませんでした。本当に1ヶ月タイプのやつなんですけど、うん、1ヶ月のうち4回は麦茶に洗いましたけど大丈夫でした。4回、はい、やっぱ月4で動きたくない時があるんだね。ありますね。あ、今日は麦茶でいいかなっていう。でも保存液あるんでしょ、テントのとこで。はい、それで洗えばいいんじゃないの。いやでも、うん、もったいない。そう、もったいなくて、本当保存液で洗わなきゃいけないんだけども、うん、私は洗面所で使うときも水道水で洗ってるんで。あ、保存液で本当洗うものを、私は1回目の、そう、もともと水道水で洗っちゃってるんで、で保存するときだけ保存液に入れるんで。確かに保存液ちょっと高いか。そう、高いですよ。それ最初にやろうと思ったきっかけっていうかさ、なんかコスプレの撮影で1日6着ぐらい来た時があって、うん、もうほぼ丸1日かけて撮影して帰ってきて、うん、もうめちゃくちゃ疲れた時ですね。ああ、うん、ちょっと罪悪感はあるんでしょ最初は。ありましたね。うわ、麦茶ね、洗わなくてやばいよなと思ったけど、まあでもほぼ水にちょっと色ついてるだけだし、いいかと思って洗って、うんうん、やってみて、で、何にもなかったんで、うん、2回目はもう、簡単に。あ、もういけんじゃんと。もう麦茶いけんなって思って。それだったら洗浄液がここにあんだったらね。いやでも洗浄液もったいない。麦茶安いか。安い。麦茶作ってる場合ないでしょ、やっぱ買うんでしょ、ペットボトル。麦茶はあの、パックのやつ。あ、え、パックのやつを水に入れて、あ、そうです、出すやつ。はい、あ、そっちタイプの麦茶。そっちのタイプ。あの、ジュワーって、あ、そう、ジュワーって出るやつ。あ、ペットボトルじゃないのね。じゃないです。パックの麦茶を作ってるんだ。作ってます。あ、そうなんだ、それで洗ってんだ。はい、作るのは、それはやっぱ節約、安いのかな。そう、もう節約。そのパックはちなみに1回で捨てる。いや、え。え、お茶、麦茶のパックを今2リットルぐらいのペットボトル入れて、はい、出ました、はい、2リットル使い切りました。はい、さあもう一回お水入れる。水入れる、使いました。はい、もう一回水入れる。3回ええ色出てる。出てます、出てます。まあ、1回目よりかは薄くはなってますけど、でも全然もう味ついてます。あ、あるんだ。あります。3回行くのね。はい。あ、みんなって1回で終わるんですか。いや、1回じゃないかな。1回は信じられない。もったいない、もったいない。もったいない。これを見てほしいね。そうですね、これをちょっと本当に、嫌いにならないでください。はい、嫌いな、応援すると思う、なんか。本当ですか。うん、頑張れ。いや、ちょっと、ね、いろいろ見えてきました。はい。まだでもあるでしょ？まだ言いたい。まだあるんですよ。まだ言いたいけど、ちょっと。めちゃめちゃある。じゃあ、ちょっとまた、はい。お願いします。やりましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。